大月インターから車で10分ぐらい、10分ぐらいですかね、10分ぐらい、あっという間です。これがテントサウナですか。このテントサウナ、これはね、エクスプロっていうーー。エクスプロ。へえ。今ちょっと仕上げ中で、あと見ると中がオレンジになってます。え？中がオレンジ。屋根がオレンジだから光が。ああ、なるほどなるほど。一回中撮っていいですか。中いいですよ。ちょっとまだちょっとちゃんとなってないけど。うわあ、すごい。これなんか YouTube で見たことある。お願いします。ああ。はい、テントサウナでーす。これちなみにこれヨーガ。ああ、はいはい。ヨーガ。ヨーガ、もう本当はこれをこういう階段に向かって。ヨーガ。なんでヨーガに行くかっていうとさ、はい、これ多分ね、ちょっと前にあった時にね、190度ぐらい。やばい。あれはなんかサウナでこうタオル回してる。バーってかけて、おいしい、こうやってこうやってあれやるだけ、ととのうやつや、ととのうやつ。サウナ終わったらこうやって行くわけやろ。これしてバーベキューして釣りしてとかも最高やで。4セットぐらいすると今日腹減るから雨の日もこれ来ちゃうのよ、はい、川はあんまり入んないけど、はい、ここにハンモック置いてあるんで整わせる。はぁ、なるほど。そうすれば屋根があれば雨降る。ここにハンモック釣っちゃうんすか。違う、ハンモックに置くんですか。あ、置いちゃうんすか。へぇ、やば。これ一番最初じゃあちょっとテントコーナー終わりましたんで、はい、次のコーナーに行きましょう。はい、はい、じゃあ移動します。せーの、はいはい。はい、フィッシュベルさん。ちょっと廊下フィッシングエリアに移動してきました。イエーイ。ちょっと髪型変わってるけど、おかしいな、なんか瞬間移動じゃない気がする。あ、魔法使いが。ああ。ここではちょっと釣りを体験します。いくら、私が好きないくらがついてます。はい、あーん、マスかったわ。もう一回お願いします。なんで動かしたよ。写真やな。さあ、金の森山荘釣り体験です。まだ釣ったことない。釣りやったことあるんですけど、釣ったことないです。あ、そうなの。それは貴重な体験やな。渡るなんか釣りできるような感じで、釣りできる感じで教えてるけど、この間1匹やった。はい。それ言わんといてください。お、釣れた。すごい。釣れた。おめでとう。ありがとうございます。さあ次はセナやぞ。あげてあげてあげて。やったー。初めて釣ったの。やばい。どうですか、釣った感想は。めちゃくちゃ嬉しいです。あ、すごい、やばい、感動しました。釣りハマりそう。じゃあ次はバーベキューエリアに移動します。じゃあ移動お願いします。せーの、はい、バーベキューコーナーに、あ、ジャンプしてない。はぁ、ここに急に。あ、そうしましょうか、そうしましょう。ちょっとじゃあ一瞬浮いてもらえます。ちょっとパンって浮いてもらえます。せーの、はい、はい、バーベキューコーナーにやってまいりました。はい。
あっちのいつもより多いよ。いや美味しい。もう結構焼き上がってますよ。はい、もう焼き上がってます。はい。ちなみにね、あの別のやつ見てもらったら分かるんですけど、さっきちょっと魚です。これで朝どれ、竹の子で、まあ旬ですからね。お母さんが持ってきてくれた。そうで、これはベルさんが取ってきたお肉です、ね。はい、何から食べますか。ベルさんが朝取ってきたやつ。すげえ、野外食レポ初めてじゃん。初めてですね。こんないいですか。いいよ。やばいですよ。おいしい。すごい、いいな。いただきます。はい、うまい。うまそうやな。めっちゃ美味しいね。お肉柔らかくて、うん、なんか噛んだらコロンコロンって感じで。ちょっと何言ってるか分かる。女の子やから言って何言っても許されると思ってたかんで。ちょっと厳しい。今日厳しいな。美味しい。うまそう。いけます。いや、うまい。絶対熱いよね。あ、熱い。もう熱い。いただきまーす。うまそう。めっちゃ美味しそう。うわ、ゲロマ。もううまいもん。うま。めっちゃ美味しい。セナが釣った魚めっちゃうまい。なんかこの帽子かぶってるといつもより美味しく感じる。なんかこの帽子かぶってたらこの帽子かぶってたらめっちゃ美味しく感じる。帽子のせいにした。この帽子なんぼでしたっけ。1500円。安い。横山さんこれリスになってるんですね。ハートだけやと思っとったら頭、体、尻尾。本当にいいっすね。カノノモリ山荘のロゴにリスちゃんがいるんですけど、それをかたどってます。触りがだんだん後ろにずれていくっていうマーズアタックみたいな。いやーすごい。どうでしたか。美味しかった。美味しかった。ぜひ皆さん遊びに来てください。ここが金の森山荘の宿泊施設か。可愛いですね。これが目印ですね。可愛い、本当に可愛い。この中井さんは怪しすぎるけど。誰とも帽子かぶって。全員。はい、こんにちは。ちょっと写真撮るからじゃあ、はい、チーズ。え、こんな？めっちゃ広い。何？休憩できるんここで？広い。うわ、どんだけ大の字になってもいいんじゃないですか。これはやばい。あ、いい。いや、ちょっと撮影してるんで撮影してるんでちょっと。ええな、これは。しかも他の部屋もいっぱいあるやん。なんかちょっと紹介しきれないけどいっぱいあります。ゴロゴロ部屋が団体様大歓迎ね。じゃあちょっと2階に宿泊があるそうなんで、ちょっと2階に移動してみましょうか。はい、じゃあベルさんちょっと魔法で消しちゃってもらっていいですか。みんな2階に移動させてもらっていいですか。はい、すごいな。すごい。本日のお部屋は、アジサイの間ですね。アジサイの間、はい、見てください、この看板みたいなの。アジサイの間いいんですか。ちょっと待って、じゃあさっき俺入るね。え、待って、うわ、いやめっちゃええやん。いい感じ。めっちゃいいじゃん。え、川のせせらぎが聞こえる。何これ。すごい。めっちゃええやん。シンプルイズベストですね。え、めっちゃええやん。うわこれいい。これいい。こっからパーンいけもんね、下に。すごい。もうギリシナンみたいな。ちょっとなんか足にダメージはくるけど。本日金の森どうでしたか。いや
ね。というわけで本日は金の森山荘さんでした。はい。ありがとうございました。お店の名前を教えてください。金の森山荘。はい。営業時間を教えてください。釣り場の方は朝7時から、あとは夕方5時半ぐらいまでが、まあ宿泊の方はチェックインは14時30分間。はい。でチェックアウトは10時半。金森山荘さんのおすすめ教えていただきたい。そう、今おすすめはやっぱりそのテントサウナですかね。テントサウナ、はい、すごい良かったです。はい、整いますね。はい、まあ、サウナやって、はい、あの間際の水風呂に入って、あとは外外気浴でハンモックでゆらゆら、はい、うん、そうすると整いますね。素敵ですね。早くやりたいです。はい。大月、まあ、大月っていうとまあ首都圏からまあ大体1時間ちょっと以内で来れる、まあ、その中に大自然があってそこでそういうアウトドアが楽しめるっていうのは大変大月市に恵まれてるなっていうのを感じますね、はい、あとまあこうなってほしいとかそういうのはまあそれはまたそういうふうになるように私たちがいろいろそういうねものをこう考えて作って、はい、それでこういろんなところにアピールしていけばもっと大月市は盛り上がるんじゃないでしょうか、まあ、結構まあ結構地元の人もこちら結構来るんですけど あとまあ首都圏とか、まあ、そういう東京とかね神奈川の方はあの結構ファンで来てくれる人もいるんでまたいろいろとこれからもアクティビティをどんどん増やしてあの皆さんのご来店をお待ちしております。どうもありがとうございました。